先週金曜日、フィラデルフィアで今年20回目を迎えたチキンウィングの大食い大会、ウィングボールが開催されました。スーパーボール直前の金曜日、平日の朝6時からというなぜか早朝に行われる大会にもかかわらず、なんと2万人もの観衆が応援する中、全米から集まった26人の大食い自慢たちが30分でどれだけのチキンウィングを食べられるのか競い合いました。そして今年の大会には、あの日本の早食いチャンピオンで知られる小林健さんが初参加。地元の強豪をはじめ大食いの強者たちを相手に挑みました。1964年にニューヨーク州バファローのバーのオーナーがメニューとして出したのが始まりといわれるチキンウィング。90年から4年連続で地元のフットボールチームバッファロービルズがスーパーボールに出場し、チキンウィング、いわゆるバッファローウィングが全国的に有名になりました。今ではスーパーボールの日に12億5000万本ものチキンウィングが食べられるそうです。では一体なぜフィラデルフィアでこの大食い大会が始まったのでしょうか。I lived in Philadelphia, and at that time the Eagles weren't very good. And I just thought, well, if we go to the Super Bowl, let's have a party. He said, we can at least have the wings. If we can't have a Super Bowl, at least we can eat like we're in the Super Bowl. So I said, let's have a wing eating contest. And...当初無料だった入場料が人数制限をしなくてはならないほど人が入るようになり、今では有料に。Kobayashi, like, finally got the most famous guy of all time to come to the event. Kobayashi! 地元の期待を大いに受けて初めて参加した小林さん。本来短時間の早食いを得意とする小林さんですが、今回はハーフタイムを入れてなんと30分間食べ続ける大会。用意されたチキンウィングは全部で1万本。さて結果は、なんと去年の記録を82本も更新し、337本を平らげた小林さん、1本をなんと 5.3 秒で食べた計算になります。10年ぶりぐらいにこの30分っていうロングタイムね、ロングタイムでやったんだけど、やっぱり集中力がやっぱり切れちゃうので、結構避けて、小林をみんな任せっていう空気も感じてたので、少しあれでしたけどね、ピリピリ僕もしましたけどね、自分のレコードがまだ伸びると思っているので、ぜひ出たいと思います。